地球平面説を表す著名なフラマリオン版画は、しばしば15から16世紀頃の作品として、紹介されるが、著書、L phere,、アトマスフィア、ミティララジーポプューレアが書出の、フラマリオン自身の手になる基本画である。ゴーティエドメッツ、L、イメージジュモンドの写本に収録された、地球球体説を表す、模式図地球平面説という神話は、近代に生まれた誤解で、中世西欧では、 地球球体説ではなく、地球平面説がはびこっていたという美説である。地球平面説と天道説を混同したのであろうこの説は20世紀前半に後半に留布されたと見られており、イギリスの歴史学協会の1945年の解放に以下のように述べられている地球が平らだとコロンブスの時代の教養人が信じていたという説や同時代人がそう信じていたことが、 コロンブスの障害となったがやがてコロンブスはそれに打ち勝っていったという説は歴史教育において最も強固な間違いである。中世初期にはすでにもともと古代ギリシア人たちが示した旧体説をほとんどすべての学者が支持していた。教養人たちの間では14世紀までに地球平面説が完全に死滅した。ただし、 ヒエロニムスボスによる著名な三連祭壇が快楽の園の外面がルネサンス時代における地球平面説の一例となっている。そこには透明な天球の中に浮かぶ円盤状の大地が描かれている。スティーブン・ j グールドによると学者たちの間で地球平面説が信じられた暗黒時代など存在しない。古代ギリシア以来の地球が球体であるという知識が 消え去ったことなどなく、中世の主だった学者は皆、宇宙論上確立された事実として地球が丸いことを指示していた。科学者のデイビッド・リンドバークとロナルド・ナンバーズも、中世のキリスト教徒の学者で、地球が丸いことを認めず、地球の近似的周長を知らないものなど、ほとんどいなかったと指摘している。歴史家のジェフリー・バートン・ラッセルは、中世に、 地球平面説が流行したという誤解は1870年から1920年にかけてはびこり、また進化論によって作り出されたイデオロギー的な状況とも関係したと述べている。ラッセルは稀な例外を除けば、紀元前3世紀以降の西洋文明の歴史に連なる教養人で地球が平面だと信じた者などいなかったと主張し、ジョン・ウィリアム・ドレーパー、 アンドリュー・ディクソン・ホワイト、ワシントン・アービングらが、地球平面説という神話をルフしたのだと考えている。著書、地球平面説の発明で、ジェフリー・バートン・ラッセルは、全近代文明、特に中世西,西欧を攻撃するための作り話として、地球平面説が使われたのだと述べている。ジェームズ・ハンナムはこう書いている、中世の人々が、地球は平面上だと考えていたという神話は、 プロテスタントたちによるカトリック教会の教えを攻撃するキャンペーンとして17世紀頃に現れた。しかしこの神話が広く信じられるようになったのは19世紀のことで、ジョン・ウィリアム・ドレーパーの宗教と科学の衝突の歴史やアンドリュー・ディクソン・ホワイト、キリスト教国における科学と神学の争いの歴史によってルフされた。無神論者や不可知論者は、 コンフリクト命題を恋に擁護したフランスの劇作家シラノ・ド・ベル・ジュラックは別世界または月世界諸国諸帝国の第五章でアウグスティノスが彼の時代には地球はストーブの蓋のごとく平らで半分に切ったオレンジのように水面に浮かんでいたと言っているのを引用しているロバート・バートンは著書憂鬱の解剖学で以下のように書いている ザルツブルクの司教であったバージルは、メンツの司教ボニファティウスからギギオといただされた、というのは彼は、対処地というものがあると考えており、地獄の地位を現時、あるいは天国に釣り合わなくなるほどにまで、それを縮小させるために、地球はトレンチャーのようにマリいが、球体のように丸くはないとしたオースティン、セイアウグスティヌス、バジル、バシリウス、ラクタンティウスの意見を否定したのである。 このように地球平面説だという非難はいくつかの珍しい例を除けば19世紀よりも数世紀前の権威たちの信用を失わせるために行われたのである。文献中で言及されているもう一つの初期の例としてルートビヒ・ホルベルクの喜劇エラスムス・モンタヌスがある。その主人公エラスムス・モンタヌスは地球がマリいと主張した際に強い反論を受ける。 というのも田舎者たちは皆地球が平らだと思っていたからである。彼は地球はパンケーキのように平らだと叫んでから、やっと婚約者との結婚を許された。トーマス・ジェファーソンの著書で一連の問いに対する答えとして書かれたバージニアを描きにおいて、ジェファーソンはクエリーという語を政府公認の宗教思想を攻撃するような宗教を扱うのに使っている。ある章では、 権威によって人々に公的に強要された誤った考えについて彼は語っている。そのうちの一つがガリレオ・ガリレイの権威との戦いのエピソードであり、ジェファーソンは地球の形に関する問題をこのエピソードに返しているがこれは間違いである。政府は物理学的体系を決定する際にも完全に無病である。ガリレオは地球が休憩であると主張した角で宗教裁判に、 かけられた政府は地球がトレンチャーのように平らであると宣言し、トレンチャーの形状とガリレオは間違いを正すように強要された。この間違いは長い間優勢であったが、ようやく地球は休憩になり、デカルトが地球は回転する球体でありその軸は稼働によるものだと述べた。オーランド・ファーガソンによる平面地球図、1893年、聖書の断章と、 それに対する旧体説側からの批判が書き込まれている。19世紀には宗教と科学が相反するものだという感覚が非常に強くなった。ダーウィンの進化論にまつわる論争によってコンフリクト命題が生まれた。1828年にワシントン・アービングのロマン主義の色濃い電気クリストファー・コロンブスの生涯と後悔が発表されたが、 多くの人はこれを学術的な作品だと誤解した。その伝記の第3巻、第2章でアービングは、スペインの君主がコロンブスの申し出を表揚するために行った会談に関して非常に虚構性の高い説明を行っている。アービングの言った、さらに幻想的な脚色として、地球はマリーというコロンブスの主張に対して、その会談に参加していた無知で、顔面コな人々が、 聖書の内容を引き合いに出して反論したというありそうもない話がある。実はアービングも指摘してはいることだが、コロンブスの公開した1490年代に問題とされたことは地球の形状ではなく地球の大きさとアジア東岸の位置である。クラウディオスプトレマイオス以降伝統的になされてきた見積もりではアジア東岸はカナリア諸島の180度東側に存在することになる。 コロンブスは以前に否定された225度という見積もりに28度加え日本はさらに東に30度の位置にあると考えた。コロンブスはユーラシア大陸をポルトガルのサンビセンテ岬から始まるものとして283度にまで伸長させ大西洋を77度分の広さしかないものとみなした。カナリア諸島から出発したため十八度分後悔するだけで 日本に着く三段であった。コロンブスはアラビア語の文献を読む際により、長いアラビアマイルではなくより短いイタリアマイルを想定して読むことで誤って地球の周長を実際の4分の3ほどと思い込んだ。これらの誤りが積み重なった結果、コロンブスは日本までの距離を実際には2万キロメートルあるのにもかかわらずわずか5000キロメートルと見積もり、 その結果カリブ諸島東端に到着することになった。当時のスペインの学者たちもアジア東岸までの正確な距離は知らなかったようであるが、彼らはアジア東岸までの距離はコロンブスが見積もったよりもずっと大きいと考えていた。そしてこのことに基づいて、スペインやポルトガルで学者や船乗りたちがコロンブスを批判したのである。論点は地球の形状でも西に行くことで、 日本や中国に到着できるという考えでもなく、当時のヨーロッパの造船技術が対応での航海に耐えられるかという点であった。当時の小さな船の大きさで乗員は90人ほどであったに、日本に到着するまでの飲食料を積載するのは不可能で、新大陸が存在せず、本当に一直線に日本を目指していたら、途中で飲食料が尽きて船団が全滅してしまったことになる。 公開終盤で乗員たちが反抗的になったのも円盤上の地球の端から出てしまうことを恐れてのことではなく飲食物が不足しガジの危険にさらされたためであった。結果日本よりかなり手前に新大陸があったため戦団は全滅を免れカリブ諸島で飲食料を補給してヨーロッパへの帰還を果たしたが本物の日本への航海という面では 公開に反対した学者たちは正しかった。アービングの著書が出版されて、すぐの1834年に、強く、反宗教的思想を持った学者のジャン・アントワーヌ・デトロンヌが、恐怖や、それに続く、中世のキリスト教徒は、地球平面説を信じていたという間違った説を、著書、恐怖の宇宙論で公にした。また、百三十七年には、イギリスの科学哲学者、 ウィリアム・ヒューウェルが著書、機能的科学の歴史でラクタンティウス及びコスマス、インディコプレウステースという宇宙論史的に非常に重要度の低い二人に焦点を当てて持論を述べている。彼ら二人は中世に地球平面説が信じられた証拠であるとヒューウェルは主張し、他の歴史家もすぐに彼に従ったが、他に地球平面説が信じられた証拠を見つけ出すことはできなかった。 感座を見るために大地を覆う天空を突き抜けて自分の頭をつついている男が描かれている情景の後半にルフされた版画は16世紀の画風を模倣して制作されているが実際にはカミー・エフラ・マリオンの L ・アトマスフィア・ミティララジー・ポップウレアで初めて発表されたものであるこの版画には彼は大地と天空が交わる地平線に到達したという中世の宣教師たちの 共説が描かれている。もともとはこの版画には装飾的な線が引かれており、その線から19世紀の作であることがわかる。しかし後に書かれた本では、この版画は16世紀にまで遡るのだと主張するものも現れ、線は取り除かれた。逸話によれば、フラマリオンはこの版画を自分で注文したという。20世紀初頭から地球平面説が中世に、 一般的に広まっていた膨大な数の間違いの一つとして無数の書籍や記事で紹介された。この中世に地球平面説が広まっていたという誤解は少なくとも1920年以降は歴史学会では全く流行らなかったが大衆文化には残り続けたし1960年代までいくつかの学校教科書にも載っていた。EMW ティルヤード エリザベス長期の世界観及び C.S. ルイス、廃棄された宇宙像、中世、ルネッサンスへのプロレゴーメナではルネッサンス及び中世に宇宙がどのように見なされていたかを詳細に調べており、知識人相がどのように世界が丸いことを知ったのかをも後半にわたって調べている。地獄、煉獄、天国への旅を描いた女子史的作品であるダンテの新曲で、 地球が球体であり、地球の中心に向かって重力が働いていることが記されている点にルイスは注目する。新曲作中で悪魔が地球の中心で氷好きにされているため、ダンテとウェルギリウスは悪魔の頭から胴体にかけて下っていくが、腰から足にかけて登っていくことになるのである。アメリカで1919 19年に出版されたエマミラー、ボレニウスによる教科書は、 コロンブスデーの推奨図書に対する以下の序論から始まっているコロンブスの生きていた当時人々は地球が平らだと考えていた船を貪り食う巨大な怪物が大西洋に満ちていて脆弱な船が落ちて壊れてしまう恐ろしい滝が大西洋の向こうにあると彼らは信じていたコロンブスは船員を集めるためにこの愚かな思い込みと戦わなければいけなかった彼は 地球がマリーに違いないと考えていた。トマス・アンドリュー・ベイリーのアメリカの野外劇の以前の版では、迷信深い船乗りはどんどん反抗的になっていったというのは彼らは世界の端っこへ到達するのを恐れたからであると書かれていた。しかし、この歴史学的根拠は存在しない。1937年に発表されたジョージ・ガーシュウィンの流行家みんな笑ったにはコロンブスが 地球は、マリーというと、彼らは皆笑ったという連句がある。ワーナーブラザースのメリーメロディーズシリーズのアニメ、ヘアウィーゴーには、コロンブスと僧侶フェルディナンドが、地球の形状について議論するシーンがある。ウォルトディズニーの1963年のアニメーション、王様の剣には、魔法使いのマーリンが、弟子に、ある日彼らは、地球が丸いことを発見するだろうと述べるシーンがある。 ジェフリー・バートン・ラッセルは1991年や1997年の著書において地球平面説が流行していたという説に反論している。ルイズ・ビショップは2008年の著書で紀元1000年頃の中世の思想家、著述家は皆実際は地球が球体であると確信していたと述べている。二0から十一世紀の日本においてもドラえもんにおいて中世ヨーロッパの宇宙観は 平面地球である描写がある、等といった、ポピュラーカルチャー等のほか、高校世界史の教材ですら地球平面説神話に基づいた記述をしている、西洋史と関係のない書籍でも、例え話として中世西,西洋で地球平面説が信じられていたという話が紹介されるなど、地球平面説神話が神話ではなく史実がそうであったとする、誤った。 科学士官として解釈している事例が多数見られる。ありがとうございます。